こちら神戸市北区神戸電鉄岡場駅前なんですけども、再整備駅前バスロータリーを再整備ということになっているんですけども、無駄な公共事業は、なくすということで、エネルギーの残存量問題からですね、その辺皆さんしっかりご協力していただけなかったら、石油ガスともに、持ちそうな、状況じゃ、ありません、とにもかくにも、まだ使え十二分に見た目で分かると思いますけども、十二分に綺麗で、再整備計画、やめてください。以上です。十二分に使用できています。そもそも車がたくさん普及してバス利用している人はあんまりいません。昼間なんかもうどこもどのバスもガラガラです。